皆さんこんにちは、イグです。今回はかなりお久しぶりになってしまった3ヶ月ぐらいやってなかった企画なんですけど、このほぼ日手帳オリジナルにまとめている私が日々校閲の仕事をしていて得た知識とか、豆知識、なんかそういう雑学、日本語に関する雑学、漢字の使い分けなどをこれにまとめてるんですけど、それを紹介していく動画です。ぜひ最後までご覧ください。それでは読んでいきます。久しぶりなので、前回はこれですね、合わせてと合わせてについて読みました。今回はこちら1月10日のページに書いてあります、この家が建つと家が建つについて読んでいきたいと思います。家が建つ、家が建つ、使い分けに注意ということで、こちらの県の方、家が建つは主に建築する場合とか、あと経済用語で使います。こっちの律の家が建つっていうのは、そこにすでに存在しているっていう意味で使います。なので草原にポツンと建つ家がなんちゃらなどという文は構成していてもよく出会うものなんですけれども、なんとなく建造物イコール建つ、建の方の建つを使いたくなるが、すでに存在している家には律を使います。なので この草原にポツンと建つ家がの場合はこっちを使うんですね。家を建てる予定っていう意味で県の文字を使う。10年前から建っている家という意味では律の方を使うということです。日本語って難しいって書いてますね。ここに草原にポツンと建つ家のシールがあったので貼ってみました。はい、今回は家が建つ、家が建つ、建造物に対する2つの建つという漢字の使い分けについてご紹介しました。夏休みの作文でぜひ使ってください。それでは今回の動画はここまでにします。最後まで見ていただきありがとうございました。では次の動画でお会いしましょう。イグでした。バイバイ。